どうも、イルサガイのジャマイカです。はい、ということで、今回もですね、エーペックスモバイルやっていきたいと思います。皆さん、ランクマッチやってますでしょうか？僕らはですね、リリースされて2日目かな、まあ、そのぐらいですね、多分世界3位ぐらいかな、パーティー数で言ったら多分世界3位ぐらいで、最速でプレイター、マスターですね、行かせていただきました。ありがとうございます。42時間配信というね、寝ずほぼ食わずの戦いをさせてもらって、ついに行くことができましたってことでね、ここから先はちょっとプレデター維持のために配信を、毎日夜9時からやりますので、ぜひ配信の方を見に来てください。まあ、まだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録と、まあ、通知オンしておいていただけたら多分通知来ると思います。よろしくお願いします。ということで宣伝の方を済ませたところですね、今回話していく内容なんですけども、皆さん、Apex Legends Mobile 出てから気になってると思います。設定ですね、いろいろな設定、どこをどのように変えたらいいのかっていうものをね、ちょっと多分気になってると思いますので、今回は、まあ、設定の方をそれぞれ解説してきたらなと思っております。ってことで早速皆さん行きますよ。せーの、やっていこうジャマイカー。ってことで行きましょ。いや、エイペックスレジェンズモバイルの方でも、やっていきますよ。今の掛け声はよろしくお願いします。ということで、解説いきます。こちら。まず基本システムですね。ちょっと長くなっちゃいそうなんで、サラサラーっと説明していきますね。ライト設定とアドバンス設定っていうのがあるんですけど、僕はアドバンス設定使ってますね。まあ、多分ライト設定は軽めに設定できると思うんですけど、もっと。で、これ変わっちゃうんで、ちょっと今回怖いんで、なしにします。まず自動射撃については、敵にエイムが合ってる時だけ射撃するみたいな感じですね。これは、基本オフでもいいのかなと思います。左射撃ボタン。こちらですね、合ってもなくてもいいかなと思ってます。僕はなしにしてますね。好みの問題かなと思ってます。はい、そして続きまして、ワンタップでエイムして射撃ということで、まあ、これ僕はオフにしてるんですけど、まあ、指の本数とか人によってはここをオンにしてもいいんじゃないかなと思います。こちら、エイム後に射撃っていうものをやりますと、射撃ボタンをタップしてエイム、そして射撃。まあ、つまり、射撃ボタンだけでスコープを除き、さらに射撃までしてくれるって感じですね。で、エイム中に攻撃ってのも似てるんですけど、まあ、射撃ボタンを押すことで、スコープも開いてくれつつ、撃つことができるよっていう。まあ、同タイミングぐらいで、まあ、ちょっと腰打ちが入るぐらいのタイミングで撃つことができるよみたいな感じになってますね。まあ、この2つはほとんど一緒なんですけど、まあ、どっちかっていうとこのエイム中に攻撃ってやつの方が自分がエイムを合わせた瞬間と撃つ感覚っていうのが多分近いんで、こっちの方がいいかなと思います。使う方はぜひそっちにしてください。で、これ腰打ちと普通の打ち方を分けることができるやつなんですけど、これはまあちょっと難しそうですね。まあ、好みで使ってみてください。僕はちなみになしにしてます。次まして、こちら、ボルトアクションスナイパー射撃モードなんですけども、こちらですね、さっきのやつが、こちらアサルトライフルとか連射系のもので、この射撃ボタンを押すだけでスコープと射撃どっちもやってくれるやつを使うかどうかの設定ですね。こっちがスナイパーの場合ってことで、ここで別でやってますね、僕は。アサルトライフルは普通に自分でスコープを覗きたいからこれでやってて、スナイパーライフルは、その射撃ボタン1個で僕は操作してます。これめっちゃ便利ですね。はい、続きまして、それのショットガンバージョンですね。まあ、僕はショットガンもスナイパーと一緒で、この勝手に覗いてくれるやつでやってます。その方がね、ちょっと楽なんですよね。指がゴタゴタせずに済むので。僕はこれでエイムがあった瞬間に、まあ、ほぼ腰打ちみたいな感じで、若干長押しで、いつもショットガンやってますね。結構強いです、これ。そして続きまして、エイムモードですね。こちらスコープボタンの設定になります。僕はこれタップにしてるんですけど、ホールドと、ミックスっていうのがあって、射撃ボタンを長押ししてる間だけ覗くか、それか、ミックス。まあ、両方ですね。タップしてもいいし、長押しでやってもいいし、みたいな感じに。僕は長押しすることがないんで、いつもタップしてます。続きまして、こちら、エイムボタンでカメラ回転ということで、こちらはスコープボタンを長押ししている方が特に関係あると思うんですけど、スコープボタンを押しながらずらすとエイムが動くっていう感じですね。まあ、画像の通り。ちょっと、これ、ショートムービーとかじゃないか伝わらんよね。このように指をそのままスライドすると画面が横にずれます。なんで僕はそれ邪魔なんでオフにしてますねって感じです。続きまして追加オプションですね。追加オプションするとなんかいろいろ出てきます。エイムアシスト、これはオンが絶対有利。 TPP 視点スコープ、これはちょっと TPP やってないんでわからないです。自動的にドアを広く、これはねオフの方がいいと思います。自分でドアを押してください。まあ、なんでかっていうと、この Apex ってドアが自分から外開きに開くんですよ、基本的には。まあ、なんでそのドアを使ってね、戦うことが結構多いです。ドアを塞いだりして回復をしたりっていうことができるので、これは絶対にドアのやつはオフにしてください。自動的にチェストを開く、これはね、まあ、最終局面とかでそのチェストの裏にイモるとかいう時は確かにオフの方がいいと思うんですけど、僕はちょっとめんどくさいのでオンにしてますね。ただめんどくさくない人はこれは絶対オフの方がいいと思います。続きまして、弾薬ギレジの武器自動切り替え、これはよくわかんないけどオンにしてますね。まあ、勝手に切り替えてくれたら多分弾あるんで、まあ、弾薬切れる時って多分接敵してる時ぐらいだと思うんでね、自動的に切り替わってくれたらありがたいなと思ってつけてますね。続きまして、続いて投げる、よくわかんないですこれはちょっと何を言ってるのかわかんないですね、これに関しては。でこっから下なん
ですけど、ちょっと軽く検証した感じ、この戦術アビリティ解除方法ってやつが、これクイックにしちゃうと、グラップル、パスファインダーのグラップルを使ってる時にキャンセルができなくなっちゃったので、僕はこの辺はクラシックにしてますね。この辺変える必要はあんまないかなと思ってます。またなんか見つけたら解説動画出します。続きまして、ゲームプレイモード。こちらですね。まずこちら、ジョイスティックでオートラン開始なんですけども、これに関してキャラコンがしづらいんで、オフの方が基本的にはいいと思います。めんどくさい人はオンにしてください。移動スティックをね、まっすぐ前に倒してると、まあ、途中から勝手に走ってくれるモードに切り替わるよっていうやつですね。続きまして、しゃがむ操作。これがタップかホールド。長押しでしゃがんで離したら立つっていう、まあ、設定ですね。これは好みですね。これは好みなんですけど、僕のキャラコンの仕方的にタップでやってます。続きまして、スライドジャンプ操作っていうやつなんですけど、これはちょっとよくわかんないです。多分しゃがみ長押しして上にスライドさせるとジャンプするようになるのが簡単ってやつかな。僕はそれ使ってないので、続きましてしゃがみボタンを使ってカメラを回転、ジャンプボタンを使ってカメラを回転なんですけど、これもさっき説明したやつですね。長押ししながら指を動かすとエイムが動いちゃうんで、僕は基本オフにしてます。さあ続きまして上り操作モードですね。これはこれに関してはちょっとよくわかんないんですけど、下の方上りプロンプト、あってもなくてもいいんですけど、登るのを失敗した時にこの壁登れるか登れないかみたいなものを画面に表示させてくれるやつなので、初心者の方はもしかしたらこれつけといた方がいいかもしれないですね。僕は一応失敗のみでつけてるんですけど、まあ別にオフでもいいかなって感じですね。さあ続きましてジップラインですね。ジップラインモードというものをまず先に説明させてください。こちらがですね、ダブルタップにするとなんかジップラインが例えば2個並んでる時とかにダブルタップでもう1個のジップラインに移動できるよみたいな感じですね。シングルタップっていうのはさっきのやつの1回押しバージョンですね。まあ、ただ僕の場合なんかジップが近くにあった時ジャンプで別のジップに移動するんで、まあ正直使わないかなと思ってオフにしてますね。この辺は何でもいいんじゃないかな。さあそしてここから先正直言ってあんまよく分かってないんですけど、垂直ジップラインアクションボタンオフ、垂直ジップライン方向ヒントオフ、垂直ジップラインで自動的にオンオフ、アシスト付きジップラインフロア着地オフにしてます。ちょっとこのヒントとかアシスト付きとかいうやつは初心者の方はもしかしたらオンにしておいた方がいいかなと思います。これさ正直ここら辺が何なのかはちょっとよく分かってないです。ただ使わなくても全然成立しているのでオフにしてます。そして続きましてアイテムの部分ですね。便利な体力アイテムのおすすめということで、僕はこれ正直出てきちゃったら邪魔だったのでオフにしてます。まあ、ただオンにしておくと現在の体力に合わせて最適な回復アイテムをですねおすすめしてくれるので、これはいいのかな。初心者の方にはおすすめかもしれません。ただベータ版の時これおすすめにあるものがちゃんと自分が使いたいやつじゃない場合があったので、覚えてきたらもう絶対オフの方がいいんじゃないかなと思います。そして続きまして切り替えで体力アイテムを使用なんですけども、こちらの設定はですね、この今この設定画面回復のボタンがこの下にあるこの丸いやつなんですけど、これねスライドするとこのように選ぶことができます。ちょっとこれのやり方について後で説明するんですけど、これをスライドして例えばシールドバッテリーに合わせて離すとするじゃないですか。これで使わないのがオフです。でこれオンにするとバッテリーにして離すだけで使ってくれます。これめちゃくちゃ使い勝手いいので、もしこれを利用できる方、この設定がやりやすいよって方は絶対これ使った方がいいですね。これおすすめです。続きまして体力アイテム継続しようってやつなんですけど、これはオンにしちゃうと例えばセル巻いた時に自動で一生セル巻き続けて他の動作ができなくなるみたいなことになっちゃうので、これオフ推奨です。自分で回復ボタンを押してください。チーズバッテリー継続しようも一緒です。続きましてアタッチメントバックパックっていうやつがあるんですけど、これに関しては使わないんで基本なしでいいかなと思います。なんか使えそうだなと思ったらまた別で動画出します。次はヒーローですね。ダメージを受けると自動的にボックスが閉じます。これは絶対オフにしてください。これオンにしてるとめんどくさいです。めちゃくちゃちアイテムモード変更ということで、敵の物資を漁ったりして切り替えるときにタップで変えるかホールドで変えるかって感じですかね。でこれタップの方がだとしたらいいかな。アーマーとか切り替えるときにホールドで長押ししてると時間がかかるんで、まあ、例えばこういう状態のときアイテムボックスに出てるじゃないですか。これをタップして切り替えた方がアーマーの切り替えが早くできるんでね、おすすめです。でこれ僕は変えることができないんですけど、ショートかロングかだったらショートが完全おすすめです。で次まして自動回収、まあ、自動でアイテムを拾ってくれるかどうかですね。僕はオンにしてます。その方が早いので。そしてですね、この回収リストを閉じている時自動回収を停止するってやつなんですけど、これはオフの方がいいと思います。でどういう時かっていうと、例えばこの今手のマークにしてるじゃないですか。これ今手のマークで普通つかない取らないはずなんですけど、これで、ね、自動で取ってくれます。めっちゃ便利だからこれはオフにしてください。ちょ難しいね、ここオンオフ難しいね。これは絶対オフにしてください、自動回収を使う方はって感じですね。で下の方にあるのがどのアイテムをどのぐらい拾うかってやつなんですけど、この辺に関してはもう好みなんですけど、僕の設定だけ一応公開しておきます。なんかもし気になる方はね、ちょっと止めてその辺見てみてください。続きましてシグナルですね。これに関しては初心者の
方は基本オフオンにしてください。ただオペレーションの画面をダブルタップしてシグナル送信はオフで大丈夫です。で、僕はちょっとアイテムを取る時のやつ、スナイパーの拡張マガジンを発見とか多分そういうのがいろいろ出てくるんですけど、それ正直うるさいなと思ったので僕は消してます、アイテムだけ。はい、続きましてバトルパス情報ですね。まあ、この辺に関しては正直あんま変えてないので説明を省きたいんですけど、この辺の上3つは基本オンの方が強いと思います。で、ダメージ生じモードを僕はスタックにしてますが、多分初期設定両方なんじゃないかな。フローティングっていうのはなんか上にダダダダダダって上がっていくやつなんですけど、この14がダダダダって上に上がっていくじゃないですか。僕これちょっと邪魔だなって思ったので消しました。つまりスタックだけですね。スタックだけにしとくと、さっきのでかい表示の数字だけ出てくるので報告もしやすくなるかなということで、僕はこれだけにしてます。続きまして操作設定ですね。まあ、これに関しても、まあ、説明することは特にないので一応僕の配置だけ見せときますね。はい、こんな感じです。まあ、気になる方は一瞬でも画面止めて見てみてください。で、これバトルロイヤルモードとマルチプレイヤーモードっていうのがあるんですけど、まあ、これはですね、あのアリーナとかチームデスマッチとかの方がカスタムパネルが違ってですね、別であるんですよね。まあ、一応僕は同じにしてるんですけど、こちらバトルロイヤルの設定をマルチプレイヤーモードにコピーする方法なんですけど、まずこのバトルロイヤルモードの方でカスタムパネル開いて、まあ、何もせず決めた配置で保存してください。その後ね、マルチプレイヤーモードの方行ってもらってカスタムレイアウト開いて、この設定をコピーってやつですね、押したらこれが出てくるので、キー設定をチームデスマッチに同期しますかということで、このバトルワの設定をこのチームデスマッチの配置にコピーしますかということで説明が出てくるので、今のやつ同期をしてくれたら一緒の配置になります。まあ、ただね、動かないものが何個かあるんですよ。こうキルログとかね、なんかいろいろ動かないものはあるので、あとこのアイテムのやつとか、その辺は自分で勝手に書いてくださいって感じです。操作モードに関してもちょっと簡単に説明すると、左半分の画面全体が移動パッドになるか、左半分の画面でもエイムを動かすかどうかなんですけど、僕は設定1でやってます。はい、次感度。この辺の説明もね、自分に合った感度とかを探す方法とかもね、後々動画にするんで、もしよかったらチャンネル登録と通知音、まあ、ついでに高評価を押して応援してください。まあ、待っててくれたら多分動画出ると思います。続きましてグラフィックとオーディオ。まあ、これに関してもいろいろ言いたいことはあるんですけど、僕はこんな感じですね。画質クオリティは下から2番目、でフレームレートっていうのは極高ですね。これは絶対上げてください。上げられるとこまで上げてください。これはで変えたとこといえば FPP 視点フォーク、これがあの視野角のことなんですけども、これは110にしてます。まあ、これに関してもちょっと感度の話と被るとこがあるので、ちょっと説明省略します。あとの下の方は特に変えてません。そして続きまして言語ですね。こちらに関してはホームボタンから設定をしますと、ダイナミックダウンロードっていうのが出てくるので、これのオーディオを日本語っていうのをダウンロードしておくことによって、こちらの音声っていうところ日本語を選ぶことができるようになります。でここなんですけど、ゲーム内でねキャラクターが喋る声がこれで日本語にすることができるので、結構質問多かったんでね、これも動画にさせてもらいます。ぜひキャラクターボイス日本語の方で聞いてみてください。こんな感じですね。ぜひ設定、皆さん今回紹介したものを参考にして変えてみてください。もしね、設定変えて上達しましたよっていう感じとかだったら、もしよかったらコメントも残していっていただけると嬉しいです。ということで、こんな感じの動画ね、どんどん出していこうと思ってますので、ぜひ次の動画もご覧ください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。